今回はザボットでチームデスマッチをやっていくよ。カスタムは？ホロサイト、レーザーサイト、マズルブレーキ、アングルフォアグリップ。こないだ AEK にホロって珍しいなとかってコメントもらってましたね。珍しいのかな？よくわかんないや。いつも思うのだけども、チームデスマッチでフィールドアップグレードってどうやってあげるの？たまーに増えてる気がしますけど、めったに増えませんよね。1年プレイしてきたけど、未だに謎。おんおん。紙飛行機来た。紙飛行機は直前まで引っ付けて、寸前にしゃがめば大抵回避できますよね。うむ、鉄発見。こっちで味方が死んでる。早く蘇生を。おっと鉄発見。蘇生間に合わなかった。こないだのアップデートにて蘇生可能時間が表示されるようになりましたね。いいよねこれ。頑張って 100% チャージにしようとして間に合わず死んでる場合があったしね。加えて 100% チャージ完了した時にピッって音も増えて分かりやすくなりましたね。なぜ今までなかったしって感じだね。別にお姉様がそういうアイデアをサイコロに提案すればよかったんですけどね。はいはいじゃないが。ああ逃げられちまったー。登れ。はいはいじゃないが。今のはい以外になんて答えればよかったんだよ。とりあえず登れ。オッケーボス。ここ登るの怖いんだよな。登ってる時は狙われ放題だし、登りきっても屋上にいる奴に待ち伏せされてるだろうし、気づいていないうちに行くのです。今なのです。これ撃てば開くって知ってました？って明らかにクレイモアあるじゃないですか。無敵よ姉様。やったー。パシュンやったー。屋上全滅かな。そのようですね。一応こいつも破壊してと。さっき殺した兵士の中に援護兵もいましたので、そいつから弾をもらうのな。はいはいじゃないが。なんで援護兵なのに弁当がこもってないんだよ。反対の屋上から狙う。うん知ってたー。知ってたのなら逃げろ。はい前回や前々回でもこのペイントを使っているのですが、これ良くないですか？ハンターっていう名前のペイントですよね。フレンドには恐竜みたいで気持ち悪いって言われるのですが、個人的には大好きです。はっきりくっきりしたペイントが好きですよね。バトルフィールドじゃそこまで迷彩は重要じゃないかってお前言ってるんかい。森蔵になりたいですね。森蔵大好き。森蔵バトルフィールドハードラインは絶対森蔵なんかでないだろうし、バトルフィールド5に期待ですね。再来年くらいには出ますかね。サイコロがバトルフィールド毎年出さなくてもいいや花ほじーとか言ってたからどうだろうね。まあ納期を犠牲にして品質を上げるのも大切ですよね。バトルフィールドはバグがあるから面白いのに、見切り発車で発売してほしい。おー焦点なフラン。今何か言った？何も言ってないです。おかしいなー。バトルフィールドハードラインだと首長バグとかが発見されてたのかな。ベータテストとかバグの宝箱ですからね。こんにちは、死ね。こんにちは。敵、かわいい。なんだかこの上からいい香りがする。ハッチ開いてる。無防備な奴らね。セコム、入ってますか？入ってなさそう？気づいてなさそう？やったー。パシュン。やったー。これで一層かな？手間だいるんかい？うふふ。やったー。私に気づかない敵大好き。よし、このまま降下して下の敵も一掃しちゃおう。いいね、一掃しちゃおう。また今度ね。チケットさ、15くらい。接戦だね、頑張らなきゃ。そういえばもうすぐ最後の拡張パック、ファイナルスタンドが解放されますね。CDE に登録してる人はもうすでにプレイ可能らしいよ。もう一丁、パシュン。やったー。ごちそうさまです。そうそう、なのでレールガンとか楽しんできてね。レールガンに殺されるのが楽しみですね。まったく楽しみじゃない？そしてさっきからチャットで言い争いしてるみたいです。これを見ると日本語のアカウントは全員オタクとみなされ、オタクは人間じゃないらしいです。皆さん知ってましたか？オタクは人間じゃないらしいです。ってことはお姉様も人間じゃないですよね。私は吸血鬼だし。あ、逃げた。おん、ああいう言い争いを見てるのとても好きです。とても和みますよね。そういえば最近よくあるコメントについて、今流れてる曲の名前を教えてくださいと聞かれることが多いです。良い曲ですもんね。これはムズムズさんのポップスアップザマインドイングスという曲名です。とても爽やかな気持ちにさせてくれますね。お前そこにいるのは分かってるんじゃ。分かっているのだけれども殺せない。悲しいね、逃げようね。そしてまた屋上である。やっぱ屋上にはイモスナさん出現率も高いから来ちゃうよね。また紙飛行機。これは普通に方向転換で回避可能。次はまたあっちの屋上に行ってみようか。マップ反応は多いので屋上にいるかもしれませんね。とりあえずそこに一人確認。やったー。奥にもう一人いたけど気づかれたかな。気づかれてないよー。なら行くしかない。普通に気づかれてるじゃん。ごめんてへ。うった。チケットさなな。このまま逃げ切りたい。チームデスマッチは分隊脇できないのが厳しいね。デュエイスビーコンから分けますけど、陣営の入れ替わりが激しいチームデスマッチだとすぐ破壊されそうです。未だに陣営がいつ変わるのか分かっていない。チームの大部分が移動したら陣営も入れ替わりますよね。おらおら。やったー。私に気づかない敵大好き。この上にもさぞ敵がワンサカいるでしょうねー。マジ今日は芋虫大量だからね。フランにも芋虫大量にあげるからね。芋虫いねえじゃねえかクソが。ほらあっちに大量の芋虫がいる。取りに行け。分かってるって分かってる。今から行くから怒らないで。敵いっぱいいるからやっぱ中止。芋虫狩るか死ぬか選べ。そう
そんなー。仕方ないな、お姉ちゃん頑張っちゃうぞー。当たり前だ。ひどい。マップ見るとだいぶ敵が固まっていますね。四方八方から撃たれないように気をつけてくださいね。はいはい、以後気をつけまーす。そして誰かからの蘇生。ありがとな。蘇生したいけどあそこ厳しいな。トツムシ発見。トツムシは厄介。マジトツムシ相手とかアサルトライフルさえあれば余裕とか思ってると頭に一発を二枚されるからね。たまにお姉様もトツムシになってますけど、近距離は基本のんちこですもんね。近距離でちゃんと頭狙って撃ってる人すごい。トツムシの話はいいからはよ芋虫ちょうだい芋虫。はいはい、もうすぐ芋虫と遊べるからね。芋虫ってなんであんなに面白いんですかね。面白いかつ、戦場で唯一心を癒してくれる存在。このはしごを登った暁には、大量の芋虫がそこに、いない顔だー顔だー。芋虫いなかったのお姉様のせい。おっと味方が狙われてるから助けに行ってください。顔ください。やったー。助けたから返してあげますよ。ダスダス、残りの45チケも頑張っちゃうぞー。おー、マップ見てきー。どこだどこだ。そこだ。やったー。あのパイプの上を通るとアクロートだな。お姉様もさっきパイプの上走り回ってたら殺されてましたよね。うん、結論パイプの上は使うな。うまく使えば裏取りとかいけそうですけどね。裏取り大好き。裏取りじゃないと殺せないからである丸。裏取りじゃなくても殺せるもん。ならやってみろよ、オラ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 。オッケー、ボス、オラ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 。相手の砂さん強いねー。そうだよ、あの砂が強いんだよ。黙れ。はいはーい。残り19チケ。イエスボス、右側敵へー。3人くらいいたのに、前段打ち尽くしてキル1人だけ。1人キルするのがどれだけ難しいことかわかってない。グレネードでもう1人キルしました。キル数上げるのマジよりうー。私の力を見くびらない方がいい。かっこいい。ダースってことで、かー来ましたー。機敏に動き回ったのでヘトヘトですね。そうだね、500歳のご老体には辛いよ。ってことで今回はこのあたりで、ご視聴ありがとうございました。さよなら、さよなら、さよなら。